ね、というわけでこのオーバーウォッチ、この若者向けのこのアーケードの、ね、新しいルールがね、なんか実装されたみたいで、ね、このシャドウデスマッチ、ね、このシャドウデスマッチってのはこの完全な個人戦でね、先に20キルした人がただ一人勝者となる、そういうルールでね、平等とはかけ離れた昔のね、良き日本の風土をね、思い出すようなね、そういった、なんかこう、時代のね、新しい流れをね、風をね、感じるね、そういうルールをね、やっていきたいと思うね。この若者向けの、この現代の若者が、この、好みそうな、このインスタ映えしそうなね、このキャッスルにね、やってきてね、今回はね、この日本人です、この侍でね、行こうかね。お、7人か。8人か。お、早速救してるね。お、いるね。危ないね。豚ちゃんも来たね。これは早い。おい甘いね。おっと、また豚、また豚。シャドウブリアンが多いね、ちょっとね、今回ね。おい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 、やったねおや、あ、いるね、豚ちゃんが多いね、また豚。豚の中にこの、ちょっと侍まずくない、これ。やったね怖いね、危ない危ない。おお、お、冷静だね、お兄さん。おお、おお、やったね、危ない危ないね。じゃ、僕のキルじゃない今の。あ、いて、これ1位とのキル数は3キルね。こっちか、いるねサムライ目サムライ目。あ、嫌な感じするよこれ。あぶっ、豚対豚。おおおぬっ、甘いな。10対7でマクリーが1位か。ほっ、マクリーめ、お前俺の獲物を取りやがって。リュウさん、ほっ甘いね私のこの日本刀のさばきでね。お、いるね、泥棒まくりめ。うん、甘いね。回復欲しい、回復が。よーし、トップとの差はわずか2点。お、外した、ほっ、甘いね。5人連続キル、トップとの差が1点。侍魂見せつけ、お、いるな。お、マフリーどこ行った？あ、いた。これまずいね、ちょっとね、これまずいよ。なんか来た、なんでなんでなんで来るかね。上にいるね、甘いね奴が1位か。まくりね、ちょっとちょっとあっけないところね、お見せしたね。あのまくりちょっと18キロね、あれまずいね、あれまずいよ。後ろかい、危ないね。お、侍め、危ないね。3キル差、3キル差、まだいけなくもない。
いける、いけるぜ、はっ、いける、1名、よし並んだぞ、じゃ、あくっそあと2戦差、これは熱い戦いだ、いけるんじゃないか、自分を信じろ、自分を信じるんだ、あ、まずい、豚は勘弁、ほっ、回復が欲しいけどね、回復欲しくない、俺は早いぞくっそなんてやつだ、あ、やつが自滅して19対18、私があと1点だ、これはものにしたい、なんだここ、どこだこれ、敵が全然いないじゃないか、敵が全然いないじゃないか、どこにいるんだ、いるじゃないか、はっ、いける、やったぜやったぜ勝利、ぬん、ドゥームフィストか、おめでとう、やっぱりね、この侍魂がね、一番強いってことが分かりましたね。この現代の若者にはね、このインスタ映えするこの城でね、ぜひともね、この日本人の魂をね、学んでもらいたい。あらーあらやられてません。おっ、私の姿がね、映ってるね。いやいやいや、20キル13です。いや、なかなか面白いルールだ。